岸ルナミユバンバンザイです。今日は祝4周年おめでとう。今日4周年にかかわらずね、はい、すっげえ眠たい。眠そう、めっちゃ眠そう。なんだろう、今日なんか雰囲気違う。なんでだ、栄養の放送色がないってことじゃない。そうそうそう。あ、なるほどね。まあ、こうやって帽子かぶるの久々だからな。髪の毛やばいな、今日。うん、金髪もう傷んじゃって。見せて。早すぎや。もうオールマイトでしょ。オールマイト。オールマイトでしょ。私が来た。眉毛変わった？今日も眉マスカラしてきたの？してきたよ。すごいちゃんとした。朝から撮影だから。ええって。はい。ということで、はい、私たちバンバンザイが YouTube を始めて4周年が経ちました。ありがとうございます。ありがとうございます。早かったようでクソ長かったわ。っていうのも、うん、今日は、まあ、4年目だからこそっていうので、はい、3人で話していきたいと思います。はい。ということで早速やっていきましょう。じゃあまず注文から。はい。飲む？じゃあ即取りでいく？どっちでもいいよ。どっちでもいいよ。じゃんけん負けた人だけ飲まね。いや、めっちゃ嫌だな。せっかく4周年でした。それでさ、エンディングの時一人だけ泣きながら飲まれ。マジで3人でやれてよかったとか言って。いいよ。いいよ。勝ったよ、負けた人。勝った人だけっていうか、爆飲みできるの。勝った人、じゃあじゃあこうしよう。勝った人だけ4杯とか決めて、この企画内に全部飲む。まあ、とりあえずよね。オッケー、いったね、じゃんけん。勝った人は飲める。ちょっと待って、なんか手汗やばい。じゃあ、まあ、もうさ、ここにさ、最初はグー、じゃんけんポン。オッケー。まあ、どっちでもいいよ。じゃあ、それして。いくよ。最初はグー、じゃんけんしょ。せーの。なにこれ。いくよ。もう一回ね。はい。最初はグー、じゃんけんしょ。せーの。ちょっと無理だって、ほんとにやめて。最初はグー、じゃんけんしょ。せーの。4杯とか4杯決めて飲む。決めて飲むいいよ、それは。いい4杯、それともね、シャンパン4本これ萌えシャン4本かな。いいのね、年下。あ、黙れ。今日みんなで一緒に飲みたかったの。黙れ、黙れ、それ。お前まだ21歳。じゃあ飲まんか、飲む。はい。お兄何飲む？何飲もうかな。ちなみに21歳になって初ちゃんとお酒を飲むかもしれません。うん、じゃあなんか21歳ワインだけど、生まれ年のなんかワインとか頼んでみる。確かに、ね、21歳におすすめの、うん、じゃあ俺ら決めるか。うん、ルナがグレンフェリック12年でいい。いろんなのに挑戦していきない。飲めなかったじゃん、飲んでくる。それは無理。お前だって飲めても飲めないって言う。いや、じゃあ本当に飲めるやつは。ハイボールは飲めない。ハイボールはあんま好きじゃん。ビール、ビールもあんま好きじゃない。あ、じゃあおすすめのカクテルやるわ俺。で、それ無理やったら飲んでな。あんまり嘘つかんと言うから。わかった。あれ、オペレーター飲んだことあるっけ。ないよ。まあ、じゃあこれうまいよね。オペレーターはいけると思う、はい、お前酒ハマる第一歩。じゃあ呼ぼう。これさ、やめて、俺が今。おい、子供かい。違う、コウジじゃん。上にポンって開けるんだよ、これ。違うって。そうだね。あ、そうだね。え、リゾットもうまそう。俺ね、塩ゆでスナップエンドウとかめっちゃうめえから。セサミドレッシングだって。すっごいね。セサミペプチドみたいな。なんかなかったっけ。セサミストリートとかそういうこと。え、なにそれ。え、エルモのやつだよ。なにそれ。まとめてセサミストリート。あ、っていう名前。エルモは、あ、そういうこと。そうなんだ。ディズニーランドのミッキーとかいうこと。ってことで、あれ、バイキンマンでアンパンマンみたいな。そうそうそう。110番でラッキーストライクみたいな。コンビニとかで頼むだけでしょ、どうせ。2番でトイレみたいな感じが。バイト先とかでさ、2番行ってきます、でトイレ。2番って言うの。だから3番行ってきます。え、3番なんだ。え、俺お花摘みに行ってきます。それとは騎士だけだよ。バイト先の決まりじゃない。お花、お花摘みに行ってくるもうもろトイレ、うん、え、俺普通に、え、証明してきますみたいな言ってたけど。何ですか、居酒屋？スーパーとかそうだった。2番行ってきます。3番行ってきます。え、何それ、いい店だね。いい店でしょ。いい店で働いたんだね。ちょっと待って、どうしたの。
心臓痛くなってきた。でも飲めないって本当に感じた時は言えば大丈夫。これ絶対無理かな。俺はこいつをもう毎日飲んでた一時居酒屋飲み放題。じゃあ大丈夫。よし、じゃあ乾杯。乾杯。おめでとう。お疲れ様です。あ、まだ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 いける。一回飲んでみる。普通にまだまだすごいだろこれ。うん、まだ飲めるわ。はい、ということで料理が来ました。はい、まだ途中ですけど、うん、美味しそう。いただきます。せーの、いただきます。これめっちゃ美味しそう。今チーズの匂いすっごい、ね、私もチーズを食べよう。なんだこれは。これだけ飲み切ります。うん、いっぱいね。うん、うん、うん、うん。なんだあれ。初めて、これ全然取ってないやん。で、追加でヨーグルトオレンジみたいな酒を頼みました。うま、ん、ほうん、美味しかった。じゃあ4周年の話でもする、うん、いや一番4周年がみんなメンタルとかも落ち着いてたんじゃない。うん、だから余裕があったかも。うん、一番やばかったのがさ2年目。やばかったよね、あの記憶ない時の。うん、2年目が、うん、YouTube が楽しくないものになった。頑張りすぎて。え、でもさもう4周年も経ってるじゃん。けど体感的にそんな経ってない気がする。だってその無人島って考えたらさ去年の夏ぐらいのイメージぐらいに感じちゃう。まあ確かにね。多分それは去年の夏の記憶がないからだよ。あ、そう。夏の記憶あったら一昨年ってなってると思う。そう考えたら早いわうちら、うん、4年目って、ね、うん。え、美味しそう。これ食べた？食べてない。美味しそう。はい、どうぞ。これうん、あ、いいよ。え、うまっ。でもめっちゃ美味しいよね。うん、てか大食い減ったよな。減ったで、ドッキリがなくなったよ。あ、なくなった。え、ドッキリちょっとしたくない。そろそろ。そういうことでもドッキリやりたくないとかじゃなくてさ、うん、ドッキリ以外のエンタメに楽しさを覚えたよね。うん、私らも。なんか前まで入った瞬間カメラ探すのが当たり前だったら、ルナ、ドッキリされるために通ってたからね。今日は何のドッキリだろうみたいな。何かしら入ったらもうさ、誰かがさということでとかさ、いきなりなんか始まったりとかあったけどさ、今ないもんね。やりたいんだけど、ドッキリ、うん、やりたいんだけどっていう、ここで終わる。久々だったら緊張しそう。俺結構、こんだけ期間空いたから、うん、次のドッキリとか大掛かりにしようって思っちゃうと、うん、みんな勇気出ないんだよ。確かに、はい、考えてはいる、うん、ちなみにドッキリは、うん、うん、ルナ1個考えてたよ。もう言ってあげるね。やんないんだ。じゃあそれマネージャーと話せて、イス君にカキフライ作ってみたって言って、なら中がフルーツのカキやったっていうドッキリしようと思って。弱弱本当にそれしようと思ったら、え、ちなみにマネージャーどんな反応だったのそれ。え、マネージャーもいいじゃんみたいな。よくない、よくない。よかったよ、やんなくて。俺の反応怖かったよ。怖いよ。え、でもさ、嬉しいよ、カキフライが来たと思って噛んだら甘い甘いカキだよ。怖い。俺4年目だよ。お前スパイだろ。いや、だから作るとこでめっちゃあれを作っとこうかなと思った。あ、なるほど。めっちゃおもろい。なんかあった他やろうと思った。ドッキリ、いや今考えてる、うん、でもさ言っちゃってやっとけばよかったってなんの嫌だから。俺やるもん。言わない。まだ時期じゃない。ナイス。これだ。これとガリットありがとうございます。何これ。明太子のゼペット。ベッド。で、これパンを揚げたやつ。明太子を揚げた、明太子を揚げたやつ。パンを揚げた。食べてみよう、うん。めっちゃゼッポレって感じ。めっちゃゼッポレじゃない？芋餅。あー、食べてみ。うん、うん、うん、いい感じ。うん、うん、うん、美味しい、美味しい。うちらがさ、4年 YouTube をやってきてめっちゃコラボもしてきたわけじゃん。結果的に一番相性いい YouTuber って誰なんだろう。相性いいか。まあ、カッツではないよね。いや、ごめんだけどカッツーではないわ。なんだかんだでもカッツーと義士の相性はいいけどね。まあプライベートはね。誰だろう。うん、決まってる。自分の中でやりやすいのは決まってる。うん、じゃあいくよ。せーの、ヘラヘラ。あ、確かにそうだわ。ヘラヘラかクレマグ2人。あー、ヘラはスクワットスクワット。いや、悪いけスクワット悪いけ相性悪いけ。え、スクワットはだってな、何で感じた。スクワットやりやすいけど、やりやすいというか個人的にめっちゃ楽しかった。あー、
でも確かにね、喋りやすいしね。いや、面白いよね、スクワット。うん、か、コムドットさん。うん、いや、迷った、うん、コムドットもめっちゃ楽しいって感じる。トリマグもやりやすい、わかる、めっちゃわかる。てか、全部わかった。うん、いや、確かにヘラヘラだわ。正解、ヘラヘラだわ。あ、じゃあ、この4年間で、一番楽しかった思い出、私はもう更新されちゃったんだけど、最近ね、ルナの誕生日企画が今までで一番心から泣いて心から笑った日だった。あれはマジヤバかった。本当にヤバかった。でも俺ね、やっぱね、最初のね、結成当時の一日はマジで楽しかった。結成当時の一日。うん、ベランダから東京タワー見ながらタバコ吸って見てたわ。うん、それで夕方、まあ、暗くなる前になんか渋谷とかやることないのに行くみたいな東京を覚えたと思う。あの一連の流れが一番幸せだった。確かに今もう慣れたじゃん、ちょっと東京に。まあまあまあ、あのなんかエモさ忘れないもん。でもわかる、なんか基本さ、みんなでさ、なんかでかい車に乗って帰ってたじゃん、うん、帰りの六本木とか通る時とか感動してた、めっちゃ。あの時は、うん、毎回帰る時に、うわ、本当に東京来たんだなみたいな。あ、まだリュックじゃん。あー、俺、本当に東京来たんだべなしかもエセか、エセを変えで、今はもう違うもん。TOKYO、TOKYO、 東京、東京。そんな場に和める人いないけどね。なんか東京人になりすぎてね。逆にすごいよね。はい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 、はい、ここを含めマネージャー一人おったじゃん、と飲んだ時かも。あー、カラあーカラオケがルナの中で初めての遊びみたいな感じで、それ酔っ払ったルナは俺がぶん投げたやつ。そして女子トイレのおばさんと俺がルナのために喧嘩したやつ。そうだよ、そうだよ。なんかそれが一周回っておもろいになってるじゃん、自分の中で、うん、でも確かに楽しかった、あれは。うん、俺おばさんと喧嘩してんだよ。ここ女子トイレなんですけど、一人友達が入ってるんだよ。みんなちょっと友達思いのやつだった。しかもさ、普段着れないじゃん、うん、なのに残ってんの。今じゃ集まることがまずないじゃん、うん、3人で、うん、プライベートで、うん、最初の最後かもね。そう、誕生日の時言ってただろ、一緒に遊びたいって。え、じゃあ一番嫌な思い出。嫌な思い出、めっちゃちっちゃい嫌なこととかはあるけど、うん、忘れるやん。根に持つ嫌なことないかも。そんなあるよ。何が、あの、いまだにやってくる、なんかあの、ちょっとなんか間違ったことしたら、うん、お前何言ってんのみたいな目で言ってくるやつ。でもね、すごいの、うん、ルナその目にわっかんづくの。そう、わかんない、全然人が変わったかのように言ってくる。またこの間、みゆちゃんもさ、言ってたじゃん、あの、なんか間違ったりするとさ、うん、正論で論破してくるやつ、ね、そうそうそう、それがいまだにあんねん。これマジで言ってる、いまだに言う、大っ嫌い。一回やってみて、すのね。あ、そうそう、これこれやるわ。やってたよ、やる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 。こうやって動きそうだね。そうそうそう、あ、今やられた。それ苦手。あ、完全に、完全に目の前にいる人を見下す時の目なんだ。え、ないな。じゃあ嫌なこと飛ばそう、うん、他なんだっけ、もう一個一番笑ったエピソード。笑ったエピソード、それこそあれ笑ったけどね、あのジョレイカク、ジョレイカク笑ったね。あとあれも笑った、みんながテーブルちゃぶ台返しして、はいはいはい、もう笑った。で、今だからさ、あれなんだっけ、笑ったってよりさ、最初さ、こいつ猫かぶってたじゃん。うんうんうん、下ネタなんて私大嫌いみたいな感じさ、うん、今も大嫌いあの、俺が例えばね、下ネタ言いました、本気でその目をしてくんの、うん、俺のさっきの、うん、この目、うん、みたいなしてくんの、うん、ある日、ワンマンザイハウスがめっちゃなんかイカ臭かった、うん、で、俺がなんか、うわ、イカ臭ーみたいな、うん、言ったら、なんかルナがあ、絶対昨日のやつか。うんうんうん。で、俺衝撃を受けて、え、みたいな。なんか些細な下ネタも気づいてないし、分かんない感じなのに、はい、イカ臭いって言葉を下ネタだと思ってんだ。こいつ
大爆笑してるのもう隠しきれないなるほど、こいつは内側の人間なのに自分隠してんだっていうのが今だからおもろいエピソードあーそれは本当にあったの多分あったと思うおもろめっちゃそうさ、一回やってやる行くぞ入院しながらこうやって返してたからいややってないやだ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 やばいねなんかオファー来そうなんだこれうますぎてありがとうございます魚は愛媛県産のまないでございます美味しそうありがとうございますさらにこれからいらへん私も大丈夫うん、これ多分愛媛県産だわ、うん、言ってましためっちゃ言ってましたうんこれマダイ言ってた言ってたさ今後さ、マダイで思い出した今後やりたい企画あんのよ、私それこそ、ルナの誕生日の動画を撮りに行った時にルナのお父さんとお母さんのお店にその時にルナのお父さんと私と義士がめっちゃ深い話になったの今後どうやったらバンバン剤もっと伸びるかみたいな話になって、うん、ほぼ説教ねえ、お父さんから、うん、やめてお父さんそんなんしたそうだよごめんねでも、めっちゃためになったよね釣り企画をやってみたらみたいな同じような企画ばっかりいや待ってるお父さんは釣りが大好きやな、うん、いつも家帰ったら釣りの番組がついてる、うん、でルナに電話で何回も言ってくるルナ釣り企画してでアンナが釣りしてる場合じゃないみたいな、うん、アンナも誰が見てるの着るやんそう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 誰が男女の着替えてる脱いでる姿を見たいな、うんうん、それをするってことができるから自分たちが今できることをしてって言って釣りに行けって言われたじゃあお父さんの願い叶えたいなって思ったの、うん、まあでもね俺らもねいろんな企画をやってね新規の視聴者を増やしたいのは山々なんだけどねそうなのよそういうのうまくもいかないんだよね伸びなかったりとかそうなのよねでも釣りはしてみたいなって思わない、うん4年目に入る手前ぐらいで、はい、ファンクラブの開設も決まってでまだ多分動画出てる頃には終わってるんですけど、はい、この時点ではまだあのファンクラブのイベントができてないから、はい、そうだね、そこが楽しみよね今までより会場広いしねえこれ当日に出るじゃない4周年じゃあその後だでもまだイベントもやってないそうだそっかそうだどうするなんかうちらはさ100人ぐらいのオフ会を2回ぐらいやってないじゃん、はいはい、まださどれぐらいの人が来るかとかもさちゃんと聞いてないから確かにえなんなら300人来るというとかイベントが埋まった150人ぐらいの時あったじゃんキャンセルがめっちゃ出てるあーあった雨降ってたりとか、うん、だからめちゃくちゃ多いイベントしたことがない自分たちちょっとした不安もあるよね確かに自分たちのがないもんねうんそうなんかそれこそさ地方とか行けばさ、うん、そこの人たちはさ、うん、もう会えるからもう来るじゃん、うん、でも東京まで足を運ぶってことは結構厳しいじゃん、うんうん、確かに結構それちょっと不安あるよね不安と楽しみ、うん、でもさいざさ北海道でさ三重のさ専門学校とか行った時さみんな喜んでくれたけどさお前喋らんやんルナかでもさ生配信とかやんじゃん、うん、でリアルタイムで視聴者の人と絡む時って一番ファン層多くないそれこそピースしてみたいなとかピースしてはできるよめっちゃけどあのもうクラブみたいなウェイっていうノリがなんかできないじゃあみんな優しい目であそれはいけるいけんなどうすんのさルナとかさ、うん、みんなうちわ持っててさルナちゃんみたいなみんなと鼻くそ食べてとかすげえやんないやんないあそこはやんない、うんまあ、ファンクラブも頑張ってはいでまあ5年目ですよね5年目ってすごいと思う本当に区切りがいいから、ね、本当に1個マジで女攻めるって言ったら俺やりたいけどねどんなのね例えば俺だったらポーズとかさええー俺だったらね、俺の場合ね、うん、女の子って何なんの髪色とかうちわってさ、めっちゃ女の子なわけじゃないじゃんなんか、まあ座ってるじゃん、肝ははい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 って何はい、万々歳、いいですねはい、ということでまあね、万々歳で一番伸びてない企画って何かわかりますか髪色チェンジ、うん、そうなんですよ、僕が髪色を真緑にした時ロロノアゾロのね、髪色にチェンジした時一番伸びてないんですけどもうこの知名度だったらこの企画伸びるんじゃないかということで本日みゆさん髪色緑
ていうのとかね。でもみんなお互いちゃんとつけて、そう坊主とかなんちゃらとか。いやだ。ルナとかも一週間眉毛の位置ここことかね。眉毛ここにあるの。いや眉毛全然にして。それも上げなあかん。前髪も上げなあかん。いやどっちでもいい。哲也さんとかやってたの知ってる？だからそれするんだったら心霊スポット行くかも。一人で。でもさ心霊スポットだったらさ、まああんま見られたくないもん。いやでもそうじゃない。それぐらいの嫌さかも。ああね。そう。なるほどね。でもこれとかね。いやそれ技師やん。それは技師やん。これは俺か。できんのそんな。じゃあ本当に命をかけたデスマッチだったら俺は負けたらやるけど、相応の罰じゃないとさ、やっぱり男女ってむずいけど、相応の罰だったらマジで気合入るじゃん。でもなんか今日マネージャーと話してたんだけど、技師って男一人じゃん、で女の子二人じゃん。だから多少男の子のハンデとかって普通の YouTuber だったらあるのに、大食いもうちらと変わらない。なんでなんでないかわかる。何一番俺が負けてっから。だけどさ、男だから勝つってわけじゃないって技師で立証されてるよね。うん、まあそうね。普通にこいつってすげえなって話をしてた。5年だからね。でもね、50年だからね。次5年目になって、まあ折り返しではあるじゃん。一発ヤバいのやりたいね、マジで。そうだね、ちょっと命をかけたゲームしようや、うん、5年目は。目標とか。そうですね。はい、はい。まず300万人でしょ。はい。もうこれはもう達成できんかったらもう解散していいぐらいだと思ってる。ほんとそうだね、うん、300万人は絶対と、うん、CM? うわテレビ CM にちゃんとしたブランド、うん、のものをやったら、例えばそのチョコとかやったらメイさんとか、スーモとか。ああウェブ CM はやったけど、テレビ地上波はやってないもんね。地上波のスポ行きたいなと思う。確かに、ね、ですかね。テレビに出て、だって俺らが出てきたら親めっちゃ喜ぶよ。私は自分たちの曲も増えてると思うから、オフ会じゃなくてライブをしたいですね。いいじゃん。マルのバンバンザイの曲で相当売れないとね、うん、そして相当出さなきゃいけない、うん、ですけどやりたいです。まあとりあえず目先の目標は300万人だね。いや本当にでもそう、今のうち考えとかないと直前になったら間に合わないと思うから夏とか、うん、300万人目指して、はい、4年目も頑張りたいと思います。はい、これからもよろしくお願いします。じゃあ最後乾杯して締めますか。はい、年内300万人目指して、はい、4年目も頑張りましょう。はい、乾杯。よーよー、よー、これでカットこすいわ。飲むよ。お酒はゆっくり飲むもの。